はそれタイムレースとか順位争うんじゃなくて、ファンライドって言って1日でまあ100キロとかぐらいに、1日100キロ楽しく走りましょうって、すごい上りあり下りですごいしんどいとこあるんだけど、100キロ楽しく走れんの？走れる走れる。それでいろんなエイドステーションがあって、そのご当地ご当地のもうグルメをね、もう出してくれたりとか、そうなんや、もう本当村上げて町上げてもうみんなでやってくれるのね。最高ですよ。これ前四万十行ったし、那須行ったし、四万十北海道行ったし、僕は宮古も行くし、遠くね、もうなんかこう景色の良さそうなとこばっかりやね。絶景。あ、そう、あれ上りと下りとあるわけ、ずーっとフラットじゃないでしょ。上りと下りがあるのね。上りきついよ。上りきつそうやね。ただ本当にあのドライブでね、車で行ったりとかするのも楽しいけど、もう全然やっぱりもう見える景色、絶景の見え方違うし、大地やっぱ風の中にいるでしょ。ああ、そう、その変わり一体感で、また改めてね、その自転車のね、良さ染みてますよ。あ、そう、もう本当に60枚にして一人で行ったりするの？自転車で。それはあのそんな距離じゃないけど、単独であのトレーニングがてらみたいな、東京で周辺ぐらっとスルスルっと走ったりとか、散歩がてらみたいなぐらいしますね。またやってますね。やってる。太ももなんかすごい筋肉ブリブリなの？違うの？あのいっぱいやればねでもな、100キロを楽しみながら走るってのはすごいなと思って。いや走れるって、あ、そう、わけやんないんだっけ。俺チャリンコ毎日乗ってますけどね、街乗りですね。やりましょう、ロードバイク、ロードバイクちょっとね、やっぱり ねもうね、体温ね2度ぐらい上がりますよ。普通の自転車も楽しいけど、お尻が、あ、お尻大丈夫？大丈夫？サドル硬いやろ。最新テクノロジー、グーなサドルありますか？グーなサドルある？ありますから。あんまりサドルあの男乗らん方がええっていう話を聞いたしな。もう何そんなこと心配して、もうだからなんだ、年取ると。本当に関係ない、そんなのは。そんなものということで、第2位自転車、第1位は子供バンド。子供バンド来ましたね。いやで、バンドで楽しいよ。なるほど。いや、一番バンド一番楽しい。1973年結成ですからね、42年、まあ、途中でちょっとブランクあれですね。いや、苦しくなって、もう本当もうほとほとやんなってやめてた時あるから、25年間さっぱりやってなくて、その頃はもう本当にもう二度とやることないだろうなと思ってた。思ってたけども、88年まさかここに来てまたやるっていうのは、まあすごい。そのオリジナルメンバーが、まあジジイなんだけど、みんなまあ生きててくれたっちゅう。生きてる。冗談半分、本当。いや、結構いろんな再結成してるバンドたくさんいてね、それももう嬉しいの、いろんなとこ。本当にあの喧嘩していないんだったらいいんだけど、もう。今ここにいなくなっちゃうと話もできないじゃん。そうですね。だからそう思うとね、すごい幸せだなと思ってんですよ。今日5月2日はあの京志郎さんの7回忌なんですね。ちょうどだから、子供が88年にその活動休止した時に、あれなんだね、カバーズだったんだね、京志郎さん。あの要するに原発問題であったりとか、世の中の問題をカバーして、発売禁止になったりって、その年で一番京志郎さん悩んだ年で、その年のね、だから88年の1月の北海道の年越しの月様ドームのライブ一緒だったんですよ。ああ、じゃあ直前まで来ちゃったんですね。一緒だったね。でも本当はもっといっぱい話聞いとけばよかったって個人的には思うんだけど。自転車もかぶってんじゃんの、京志郎さんもね、後半すごい音楽界のね、自転車師匠と言われてて、すごい自転車ハマった。本当にアマチュア時代から、渋谷の屋根裏っていうところで、子供バンドが昼の部やって、RC が夜の部やって、それが3日間連続が1週間になって、もうそれパンパンになって、もう止まらなくなって、八尾に飛び出していったり、渋谷に飛び出していったりって、その時に追っかけてたのね、ずっと。だから、すごく近くで行って、いつもなんか、おや、子供とかって、子供あのいじめられながら可愛がってもらったんだけど、なんか、結構そういうのがない。いつかやってやるよと思ってたからね、ちゃんと話聞いたかったんだよ。もっと RC サークセッションでは子供バンドってのは割とこうその頃は一緒だったんですね。ジャムジャム80とかで RC 取りだと、その何個も前にあのやんちゃな子供バンドっていうことでね、石橋亮の ARB とか、スベタのロックノールキッズとかが出て、子供バンドが出てとかあったもんね。ありましたね。その子供バンドがですね、2年ぶりのニューアルバム、ありがとうございます。子供の日の5月5日リリースになりますけども、子供の日リリースっていうのもこの子供バンドのね、一つのなんかもう恒例となって、もう勝手なこだわりね。子供の日は子供バンドの日とか、タイトルがいいわ今回のアルバムの。本当ロックにはまだやれることがあるんじゃないのかっていう、マーキーがいいと思う。ズバリですね、これズバリ。マーキーの言い方もいいな。何ですか、みんなの言い方、いろんな人に言ってもらうとね、やっぱりその人のなんかね、出る、やっぱ DNA っていうか、 DNA が出る、その人のなんか人間のね形が出る。そうなんかな、うん、なんかマーキーの今の言い方だと、すごいもう全然関係ない、やれることだらけだよ、やれることだらけだよ感じがした。いや、そうっすか、それは嬉しいな。子供の日リリース、マーキーにはまだやれることだらけじゃねえの、俺にはまだやれることがあるんじゃないのかみたいな、それだそれだ
これ今回なんかアルバム一発撮りという話を聞いたんですか。こだわりました。あ、本当、うん、やっぱりこれだけテクノロジーが発達してくるとこで言っちゃえば何でもできるじゃん。何でもできる。で、うん、あともうテクニック的にも何、うん、もう楽曲的にも素晴らしいのを作る人が世の中にもうたくさん本当にいる、うん、もう素敵な人たくさんいる、うん、でもその中で子供バンドが、うん、俺たちが出す意味っていうか出させてもらえるにあって言うと、やっぱり子供バンドならではの、うん、まあ、ちょっとジジイのくせにやりすぎちゃってるクソ熱いとことか、いいじゃないですか。なんかもう バンドごとどこ行っちゃうか分かんないみたいな、うん、その一発の中にグッとね、うん、盛り込めるものを、うん、だから時にこうちょっと荒い部分があったりとかね、うん、もしかしたらなんか、うん、そこのところがさ、うん、もう一回やればちゃんとできる直せるみたいなのあるかもしれないけど、うん、あえてそれをしないで、あえてしないで、もうライブの一発でこの瞬間をみんなに聞いてもらうのに込めようよっていうの、うん、またでもね、それをね、潔いですね、その辺は。僕以外のメンバーは、うん、その25年間ずっと音楽をやってきてるんで、うん、みんなはみんなでやっぱりその間に成長してるんですよ。だからそれで俺たちなりの、うん、まあ他と比べたら分かんないけど、俺たちなりのベストは出せるっていう、やっぱり自信がきっと2年前にアルバムを作ったぐらいからメンバーにあったんだと。だ今回必要にベースの床止めるとか、うん、2回やんないからなってもう必ず言ってた。 あとギターとかも、お前らも後からお前やり替えられると思ってサボってんだろみたいな、お前らもやり替え禁止禁止。あ、じゃあそれぞれやっぱりこうふつふつと自信がね、やっぱこのキャリアというものとかいろんなもので支えられてるものがあって、それがあってやっぱ自分たちも貸して一発撮りで、だから音ももう、 こう、ま、混ざっちゃうっていうか、みんなで一つ部屋に固まってあったんで漏れ漏れなんで、後からやり直せないの。なるほど。でもそれもね、よく言ってるんですよ、はい、雑味とかね、そういう倍音とかっていうふうに言いますけども、うん、いろんなものが一緒に入ってるっていうのは聞いてるものにとってまたそこの空気感とかも一緒にこう感じれて、そこのスタジオのね、スタジオの4人の雰囲気が、その瞬間のね、瞬間のなんかが一緒に多分入ってる、閉じ込められてる感じがね、うん、そこがなんかみんながね、気持ちいいところだと思うんですけども、今回、はい、スーパーフライのギターの田保浩一さんが1曲作曲しておりますね。田保君がね、田保さん子供バンドの大ファンということで、子供バンドのファンはね、ミュージシャンにたくさんいるんですね。そう、でも民生君とかね、うん、そう民生君もそうですね、森潤太とかさ、うん、あの辺の潤すかのとかは原体験で見てるんだけど、うん、田保君の場合は、うん、来た時宇治木さんがやってた、うん、あの洋楽の音楽番組を見てる、うん、僕はもうあれで全部勉強した、僕の体の一番これでできてるんですって、うん、でもその時司会でしたって、司会のおじさんだったんだよ、ね、司会のおじさんだった。でその司会のおじさん調べてったら、うん、バンドやってた人だっていう気がつき、うんうん、あ、日本にこんなバンドがあったのかって、うん、だって田保君生まれてないから、子供はな、30ぐらいでしょ。子供バンドは知らんがっても、宇治木剛はテレビの中でこうキャンキャン騒いでるっていうのはみんな変な司会のおじさんだったという、変な司会っていうかないけどね、楽しく見てましたけどね、うん、その彼四国なんで、うん、もうそれ70年代の洋楽を、うん、70代の80年代の洋楽を紹介したんだけど、 それはもう本当にもうまるで初めて聞くようにオンタイムに聞いてあれになっちゃった。なるほど。タボ君も言ってたもんね、俺は70年代音楽の伝道師になりたいとか言ったもんね、日本で。そうだよね。そう、すごいなんかあの辺のね、70年代の音楽大好きみたいでね。それで、それを、はい、やっぱ込めて、うん、子供バンドの新しいのを作ったら、うん、結局子供バンドのロックアンセムを書かせてもらえませんかって言ってくれたから、その時はもう急にこう上からなっちゃった。へえ、これがストップザロックンロールネバーという書いてみなみたいな感じで、そんなには言わなかったけど、はい、書いてみな、で作ってもらったらやっぱりすごいね、そういう70年代の変わりもあるけど、いい、やっぱフットワークがいいよね。うーん、やっぱ僕らには書けない。あ、そう、だからすごい、これいいじゃんって言って、うん、アルバムに入れさせてもらったの。それからまずちょっと聞きましょうか、うん、はい、はい、では子供バンドニューアルバムから Stop the Rock and Roll Never。キルザロックンロールをイエーということで、ストップザロックンロールネバーをお届けしましたけどもね、これライブで、これ一発撮り、あ、気持ちいいですね、これやっててもなんかもう、ものすごく気持ちよさそうな気がするんですけど、どうなんですか。もうさ、もうあまり録音も本当にこれ一発撮りっていう、もうこれももう一回やろうと思ったら、テイク2途中で、うん、あ、まあよくないやめようってなったら、一発撮りで。よく納得できるね、やっぱり。歌詞を覚えないと、これライブ、もうライブも始まるんだけど、うん、新しいアルバムからもうやろうと思ったらね、うん、それもまたメンバーが、それもいいな、ね、ニューアルバムからボブ・ディランだってさ、昔の曲なんか全然やらないんだよ、昔の曲だったらもう全然変えてアレンジでやるんだよ、昔にこだわってるなんてしょうがないだろ、新しいアルバムだけでやるぜとかって言っておきながらさ、リハ始まったらさ、これしんどいな覚えらんねえよとか、そう、
一発撮りが多いから、まあ、なるほど、やってる回数も少ないんですよ。ああ、その曲を、うん、リアでそのままスタジオ入ってやっちゃって、でだからかそう頑張んなくちゃってライブでこの途中であらっていうことで止まってしまうこともあったりして、もう一回やるぞっていうようなことがあったりなんかするかもわからない、ね、これはね、でもそういうことはね、大阪のねオーディエンスのやつらはね、平気なんだね。平気ですね、その対応力がある。それがまたね、それを喜ぶね、グルーヴにつながるところがある、グルーヴに。ただ大丈夫なのは東京でやってくるから、ああ5月5日に東京でやってくるんで、ああ これがもう言ってみればね、うん、まあ公開有料ゲネプロのようなもんだから、なる、一回やるとおじさんたち図になるから、俺たちのもんだよ、大阪来た時はもうバレバレや、もう踏んづけちゃって、カモンかかってこいみたいな。いやもうそれが5月の15日ですね、金曜日、大阪ミューズで、これタイトルが30年ぶりクエスチョンミューズホール凱旋というふうにタイトルがついておりますが、30年ぶりになるんですかね。ミューズホール今ミューズホール30年前にあったんですか、清水さんに調べてくれたら87年ぐらいにできてるらしいんだ。そうなんや。ああ、そうだからね、子供ってやったことあるんだけど、そんなに回数やってないなっていうのはやっぱり87年か8年に1回か2回やってると、うん、やってるんや。だほぼ30年、ほぼ30年ぶりの凱旋子供バンドで変わってないんだってね、ミューズホール。そうですね、すごいよ、全国的にでもすごいよ、そんなもうその長きにわたって、ね、もう変わらずやってるところやってるっていうね、うん、あれよあれよという間にね、まあ月日が経っておりますけど、戻ったらね、多分ガッと走馬灯のように ねもうデジャブしてね、ねえ、えらいことになるんじゃない。泣くね、泣く、泣くね。いいね、ロックはまだやれることがあるんじゃないかな。ちょっとステージが高いんじゃないかなっていうんだけど覚えてる。おーミューズ、そういえばちょっと高いイメージも言われればちょっとありますね。見えやすいです、後ろの方からね、後ろからもちゃんとこう見える感じですもんね。今こう関西エリア の、 そのバンドのもう電動みたいになってでしょ、ポスターブワーッ貼ってあってすげえことになってるっていうのを聞いたよ。いや子供バンドですから、とにかくもうこのね8割のディレクターの中にも子供バンドのファンの方たくさんいますしね、嬉しいですね。やっぱ潜伏しておりますからね、みんな潜伏も潜伏して、そのまま潜伏して隠れ続けるな、出てこい、モグラじゃないんだから、ここ叩くの出てこいって。じゃあこれからのロックにはまだやれることがあるんじゃないかというね、はい、タイトルがついておりますから、子供バンドがこれをやってやろうじゃないかというね、できることを全部やっちまおうかと。このアルバムに、今回この「多木の曲」ももういい曲あったんで入れたし、あと「自由」っていう曲をもうタイトルチューンにしてるんですけど、はい、やっぱりその「手放さな自由守り抜け自由」っていう歌詞が一番最初にできて、今回、またこの2015年に親父でよ、もうこうじじで、しょぼくれようがこのじじいのロックバンド、歌うには何か吠えることあるんじゃねえのかっていうのをテーマに作った。やっぱり今の世の中ちょっとおかしいぞ、でこのまま自由を手放しちゃダメだ、それをなんか放っておくととんでもないことになるぞって、心配してる、おじさんは、おじさん宇治木剛さんは心配してるんです。だから吐き溜めのカラスとなり、ね、カーカーと泣いてね、ちょっとロックしたよ。なるほど、だからみんなもちょっとそこ聞いてみて、でなんかどんな風に感じるか聞いてみたい、こんなことすごいですね。それがなんかきっかけになれば、だからその子供バンドの今回のロックにやれることじゃ、あるんじゃないかの中の曲がもうみんなのとこに行って、自分のものとしてなんか聞いてもらえたら最高です。なるほどね、そのエネルギーはどっから来てるんですか、藤木剛さんの。あの成長が遅いんじゃない。成長が遅い、あのうちの親父も93まで生きてて、なんか見るとあんまり成長がないから、遅い種族なんだと思う、多分遅い種族ね。やっと若干大人になってきて、ちょっと子供のこと次の若者たちにバトン手さん出すんだとか、最近ようやくだ、ようやくだ、ようやくだ。マーキーも多分似た種族だと思う、成長遅いんです、遅いんです。だからね、本当にヤングギャルばっかり相手してダメ、そういうもう本当にそうですよ。俺見てるんですかね。そうだよ、マーキーだよ、俺かよ、本当にモテモテなんだから。今度のライブはもう本当にこのジャケットも派手ですけどもね、今回これはあの紙ジャケでね開くとね、これロックにはまだやれることがあるんじゃないか。小町渡君っていう現代アーティストのやつがコラージュしてくれたの、これ子供バンドの歴史の全部昔の写真じゃないですか、これ最新の新しい写真が1枚もないっていう珍しいジャケットデザインなんだけど、もう本当にあのかなりいいですよ、デビューした頃のもうギャンギャンやってる頃の写真が。で T シャツとかも今回その小町渉君が全部自分のアートでデザインしてくれて、これかっこいいよ、京都に今住んで活動してる人ジャケットデザイン全部ねやってる、なかなかいいね、豪華な感じですね。チェックしに来てください、大阪に持ってくるしですね、いやいや、ということでこれが5月の5日子供の日にリリースされますね。ぜひ皆さんも手に取って聞いていただきたいと思いますけども、まあね、あった HMV 行ったらね、行った5月1日にもうねガーンって入ってた、あの なんていうの、 あの表積みみたいになってポスター貼り付けてくれて、あそう、あったあった、あったあった、隣はユニコーンだった、ユニコーンユニコーンって言葉にならない
並んであったかな、あれ並んでますか、ユニコーンを買いに来たやつが間違えて買っちゃったのに、うん、買えへんわ、なってるから間違うか、そんなの奥田民生が、はい、いるから子供バンドいるから、そうだね、それちょっと言うといくと慌ててみんな焦って買っちゃうもん、そう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 、奥田民生リスペクト子供バンドですからね、子供バンドから聞いて奥田民生のあのねユニコーンを聞くっていう順番で聞いてもらったら一番いいんじゃない、うん、どっちでもいいよねもうあれあなんかねユニコーンのアルバム引っ張るとね、うん、セロテープでついてるらしいよ子供バンド、何枚ことなってるか、SM ローソン行ってみて、あのたわることにもあった、いやなんかね連休だから29日にも届いちゃうんだって、先に届いて、そうすると5月1日からなんか暗黙でね、うん、暗黙で出してもいいらしいよ、おお5月5日という風に一応なってるけどもね、うん、だからご近所のレコード屋さんでも、うん、あの置いてなくても、うん、あのおじさんに言うと、うん、出しなさいって言ったらきっと出てくると思うんで、出てくるということで、ぜひ手に入れて、はい、で5月の15日もう言ってもこれももうね、もう来週来週ぐらいですからね、金曜日だっけ、そうですよ、これはちょっとあの30年ぶりのミューズホール凱旋についてちょっとなんか一言このライブに皆さんお誘いしてもらいたいなと思うんですけど、これねもうね、うん、あのニューアルバムの音をもう十二分にもう皆さん聞けていただけてると思うんで、うん、これもうみんな一緒に歌えると思うんだ、うん、それがまず楽しみっていうのがあるし、うん、動いてる子供バンドを見たことない人がまだまだ動いてる子供バンドまだまだ熱狂的コアな、そうか、あのファンを持つ子供バンドなんだと、あの俺たちにしてもらうので、うん、あのぜひぜひ、うん、子供バンド来ていただき、生存確認に、ええ、元気だぞというね、マーキーもやってきますからね、やってきますから、マーキー本当にマーキーやってくると歌うからねステージ上がってきて、これがこれがねいや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 、やらせろ、本当にね、あの気楽にね、こう構えていただいてるんでね、我々も接しやすいんですけどもね、本当にもういわゆるもうロックレジェンドのあのね子供バンドですから、もうそういうところに来てるわけですからね、俺も致し方ないですね、これもね、そんなマーキー、そのマーキーこそ DJ レジェンドになって生きながら生き伝説生きながら伝説って、まあ、まだまだこれからお互いね、お楽しみはこれからだということで、やれることはいっぱいあるということで、ガンガンやっていきましょう、いい時代なんだよ、だからいい感じで来てますよ、いい時代をさ、みんなでさ、うん、守っとこうね、そうしましょう、ね、ということで、こう意思固まったところで、本当に今日はもう昼間のど真ん中にうるさいよね、これ藤木剛さんが来て、これって6時までやるの、6時までやりますね、すごいね、あ5時までか、今日は、あ今日はっちゃう、今日は、5時までやりますね、大体ね、それにしたって、まあ、すごいよく持つんですよ、持つね、いやいやいや、やれますよ、やれますよ、もう勢いですよちょっと一曲ね、今日は本当にどうもあのありがとうございました、ありがとう、さっきね一曲かあのお別れにかけようと思うんですけども、さっきはね先輩かけようと思ったんですけど、ね、先輩話が自由ね、これいきましょうか、うん、これアルバムのあのとオープニングですね、はい、ではアルバム子供バンドのねアルバムロックはまだやれることがあるんじゃないのかからですね、オープニングを飾る子供バンド自由を聞いて、藤木剛さんとお別れです、今日はありがとうございました、ありがとう。